やりすぎ。このぐらいやっとかないとダメだろう。相手は超一級だぞ。歴戦の女エージェントは涙なんかしょんべんより簡単に出る。っていつも言ってるのはエディだぜ。ま、罠と知って罠に飛び込む。さすがにちょっと甘く見すぎたか。やばいところだったぜ。俺っちもちょっと焦ったよ。大悟に組まれちまった時にはね。だが少しわからないのは、あの状態で十分だったのに、なぜあの女が飛び込んできたのか。あそこでミッションコンプリートじゃないのか、彼女としては。ああ、それなんだがよ。ん？悩んだんだよ、言おうか言うまいか。ナビとしちゃ手にした情報は全部おめえに入れておきたい。だけどこいつ入れちまうとおめえ残った判断全部が全部狂っちまうような気がして。すまん、今もその迷いはある。だからおめえに押し付けちまおうと思う。見るも見ないも。あの人の出生から現在までだ。ほぼ信憑性は 100% だと思う。根拠は？ミスター経由なんだ。間違いない。わかった、一人にしてくれ。そのつもりだよ。
全部繋がったよ。そうだな、敵討ちだな。この彼女の親父さんたちが噛んでたプロジェクトってな、どう考えても高村の手のものだろう。連中、そんな昔から海底の何かを活用する手段、方法を探っていやがったんだ。天然ガスに強いのは結果か過程かすらわからないが、このプロジェクトの内容は？すまね、古い話なのと、探しても探しても当時の情報が全く手に入らねえんだ。おそらくかなり厳重な観光令が敷かれてる。従わない人間はアルフェロフ夫妻のように、リサのご両親のように。間違いねえな。失踪後すぐに ID13 の前身にあたる CS18 に彼女の記録がある。16年前のデータだ。当時の CIA は冷戦崩壊で仕事なくってむちゃむちゃやってた頃だからな。7つの子、それも怨念を持つ身寄りのない娘、子役にぴったりだな。アメリカが高村に送り込むのにこれ以上の人材はいない。えげつない、己の両親の仇に仕えるなんて。だからこそ最大漏らさず情報が手に入るじゃないか。それをえげつないって言うんだよ。すまん。いいって、気持ちはわかる。アメリカの意図としては、できるだけ高村の身辺を探らせるつもりだろう。そして本当に例の事件が奴らの仕業で、それを止める手段がないとするなら神風だ。どっちが悪魔か分かりゃしねえ。まあな。待てよ、いくら古い事件だと言っても、いや待て、アルフェロフ博士の一件に高村が絡んでいるのなら、いや事件そのものが高村の手によるものなら、高村はリサの正体を知っている。そうだ、分かっててそばに置いている。理由は、自分の寝首をいつでもかきかねない暗殺者を手元に置くなんて。リサはアメリカ最高のエースだ。あのカードがあればいつでも逆転できると思ってる。そこに隙ができる、あるいは内部情報源があると思わせて偽の情報を流す。使い道はいろいろだ。それに総一、ん？生け捕りを狙ったエネルギービルの一件、高村はどうやらお前に興味を持ってるらしいな。俺に？俺のデータにか？それとも何か仕事でもさせる気か？例の技術の広告宣伝でも？冗談じゃない。まあまあ落ち着けって。何が目的かまではわからねえが、とにかく興味を持ってることは確かだ。そのためにおめえに近づけるのはとびきりの美人に越したことはねえだろ。リサはそのために手元に置かれているって理由もあるのかもね。
俺は演じているつもりだからまだいい。だけど彼女は、エディ。おい、来た。留守番だろ。ああ。俺はいつだってナスティーボーイの味方だぜ。おめえの好きにやんな。ああ。ミルト、目的地ヨットハーバー飛ばせ。作戦起動をお伺いしてもよろしいですか。悲しいピエロを慰めに。やあマイスター。リサ。すまん。ちょっと感情的になった。命の恩人への態度じゃなかったね。悪い。この件はあんまりにもごちゃごちゃしすぎててさ、俺も気が立ってて君が悪いことは一つもないのに。ごめん、悪い。機嫌直してくれよ。殴っちまったことは謝るよ。なんなら一発ぶん殴ってくれてもいいぜ。それで気が済むんなら。俺たちが今やんなきゃなんないことは仲間割れじゃないよな。リサ、厚かましいお願いだけど、さっきのことは全部忘れてくれ。もう一度俺と組んでくれないか。
なぜ？お、警戒してるな。簡単なことさ。君がいるといないとでは戦力がまるで違う。敵はでかい。俺一人じゃどうしようもないってのはさっき分かった。後ろから撃つわ。きついな。だから忘れてくれって。大吾を止めてくれたのは君だ。それは忘れちゃいない。芝居よ。芝居だろうとなんだろうと命を助けてくれたことには変わりはない。バカな人、ここで信頼を得て次で裏切るの？構わないよ。それでも裏切られないように努力するさ。努力？そんなもの無意味よ。大きすぎる力の前では。あなたの言うようにここは引いた方がいいわ。誰も笑わない。あれだけ派手なことをしちまった以上引くわけにはいかないだろ。メンツ？プライド？命ほど大切なものじゃないわ。命より大切なものもある。そんなものない。あなたの感覚は完全に正しいわ。こんな女は捨てておいてこの件から身を引くべきよ。死んでしまっては何もならない。だからいいんだって。俺は君と一緒に戦いたいんだ。私と一緒に？バカな人。バカだよ俺は。だから君の助けが必要なんだ。助けですって？それならなおのこと他の人にすればいいわ。私なんかよりずっと頼りになって、ずっとずっと誠実な人がいくらでもいる。君でなきゃダメなんだ。だから機嫌直して。いいの？もう、もういいの？もう、もうほっといて。意地張るなよ、マーシャ。ごめん、フェアじゃないけど君のこと知ってしまった。誰よりも厳しい立場はよくわかる。だから無理強いはできない。だけどできれば俺と一緒に来てほしい。分かっているのならますます分からない。何が？私はあなたを利用しているだけ。あなただけじゃない、すべてを利用してるだけ。そんな女に、なぜ謝るの？そんな女になぜ来てほしいというの？リサは案外子供だね。男が女に迫る理由なんか一つしかないだろう。何？君が好きだからさ。Thank you.
まだ不十分？信じられない。あ、傷つくな。俺が真剣でもなくこんなことを言う男に見える？見える。いつもふざけてる罰が当たったかな。ま、好きとか嫌いとかは別でいいよ。とにかく俺には君が必要なんだ。返事は今くれとは言わないよ。いつでも。君の好きな時でいい。いつまでも待ってるよ。ずるい。ずるい？私には選択肢はない。そんなことはないさ。お芝居を続けるか、本気で俺と一緒に戦うか、それは君次第だよ。じゃあ、待ってる。あ、おかえりなさい、ハンサンボーイ。やかましい。帰るぞ。経緯はミスターエリーに聞きました。危険な影です。確率は問題じゃない。必ず勝つ。ご主人様のその自信過剰大好きです。うるさい。全身全霊の気持ちが通じない世の中ならいなくなった方がマシだろ。女の手です。構わないさ。リサに撃たれるなら。女の手です。なんだ、焼いてんのか。天候が変わります。ん？レインセット変更済みです。ご主人様。なんだい。雨は苦手です。俺もさ。女で一つであんたを育ててきた甲斐があったというものだよ。宗一くん。だから母さん、今日はお赤飯だ。ちょっとしたことで赤米を炊くな。赤米を。あ、宗一、違うよ。赤米は赤米、お赤飯の赤色は小豆の色。んなこと分かってるよ。
ユカリ、お前も必要以上にオロオロしないでくれ。そんなわけないだろ。ちょっと胸が疲れてるだけだって。そうなの？だっておかしいじゃん。プレッシャーのプの字の上の丸も知らないようなあんたが胸が疲れて飯が食えないなんて、恋以外に考えられないよ。だから大きな声で恋恋言うな。小学生かお前は。じゃなけりゃ何か悩み事でもあんの？相談なら乗るよ。お、優しいな。お金取るけど。お前な。嘘よ嘘嘘、冗談冗談。俺、言える悩みならお姉さんに言うてみ。言うとすっきりすることもあるわよ。ゆかりもほら聞きたがってるし。お前が興味あるだけだろ。たくもう、ま、そこまで言うなら言ってみてもいいか。例えて言うなら。例えて言うなら。僕、俺には大事な仕事があると思え。そして好きな女もいると思え。だから例えだ、例え。それでそれで。僕ゆかり、ツバの飲みすぎだよ。だってで。まあだから君にも分かりやすいよう目いっぱい簡単に言うとだな。仕事か女か。そんな単純な問題じゃない。じゃあ目いっぱい難しく言うと。仕事か女か。仕事女。ま、ゆかりばっかね。女なんか吐いて捨てるほどいるけど、一生かけるようなこれだって仕事は一つしかないよ。男は仕事に生きなきゃ。でもでも、一生連れ添えるような素敵な人なんてきっと一人しかいないよ。その人を逃したら一生寂しい思いをするよ。男の人といえども人は会いに行きなきゃ。私だったらやだな。仕事ほっぽり出してデートに来るような男。デートぐらいならいいけど、ここ一番って時に来てくれないのはちょっと悲しいよ。ここ一番って何よ、カレー屋？違うよ、その大事な日とか。大事な日って？その今パッと思いつかないけど、
初めてエッチする人か？あ、そんなんじゃないよ、もう！とにかく、私なら大事な仕事があるならそっち行ってほしいな。仕事してる真剣な男の顔、女はこれに惚れるわけだね。でもでも、ほったらかしは寂しいよ。愛してるってこっちを向いてくれる優しい顔、女はそこに惚れるわけだよ。そこはほら、適当に振り向いてくれるとき、こっち向いてくれりゃいいってことで。そうかな。私はできるだけ一緒にいてほしいけど。じいさんばあさんになってもペアルックでお手手つないでなんて一種怖いよ。そうかな。とっても羨ましいよ。ああ、ダメ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 。でもね、さつきちゃん、例えばとっても危ないお仕事で行ってしまうと帰ってこられるかどうかわからないときは？それでも自分を捨てて仕事に行く人の方がいいの？それは…捨ててという表現は良くないよ。その人が好きだからこそ仕事に行くんじゃないの？え？誰かの役に立つ仕事、家族に誇れる仕事、家族がその人を誇れる仕事だからこそ大切な人を置いて仕事に向かうんだよ。その人はそこまでできる仕事を持ってる人の方がやっぱりかっこいいと思うけど。それはそうかもしれないけど、でも普段はペアルックがいいな。やめなさいって。でも私ならそんなこと言い出すのは許さないけどね。なんだよ、矛盾してるじゃないか。じゃあ現実にそういう場面に遭遇したらどうするつもりなんだ？ついていく。はあ？お前な、中東に石油掘りに行くとか南極を探検するとかそんなんだったらついてく。お前こそ仕事があるだろ、定食屋の仕事が。定食屋じゃないってば、洋食屋。いいの、食事は誰でもみんな365日やってることだもの。そこで店を開けばいいの。ふーん。さすが、さつき。さすが、さつきちゃんだね。当たり前じゃん、そんなの。男側からすれば、連れてきゃいいってことか。そうなるね。嫌だって言われたら？捨てちまえ、そんな女。足手まといになりそうなろ。そのぐらい引きずってでも前へ進むのが男ってもんでしょ。